最近青森のリンゴね、近所のスーパーで1個150円とかしてるんだけれども、まあこれ最近 2,3 年は物価高だからね、それを除いてもその前からでも130円とか40円とかっていう時があったのさ。で、だからこう最近の物価高以外の要因があるんじゃないかなって思ってたのね。で、俺がこれじゃないかな原因って思ったのはリンゴの輸出なのさ。青森で輸出を力入れてるのよ。毎年伸びてるのさ。ニュースでも聞いてたから、輸出が伸びてて、ね、外に持っていってるわけさ。だからリンゴ、青森のリンゴは量が多くて、甘くて美味しくてってことで、外国でもね、好評だってこともニュースで聞いてた。だから、いいものを高く買ってくれる外国にこう持っていってる。だから要は中に残る、まあ、国内に残るリンゴの量が、青森県内に残ってるリンゴの量も減ってくるっても需要はあると。で、その量が減ってきて、ね、需要と供給の関係でバランスで、価格が決まるんだから、青森の中の国内のリンゴの量が減ってるから値段が上がってるんじゃないかなって思ったわけさ。で、まあそうすると俺なんかね、1個150円でリンゴは買いたくはないなって。って思うわけさ。子供の時はね、近所のじっちゃんからさ、あ、持ってけって食べながら小学校帰ったもんだけもんだし、まあ安ければ50円って、まあ大体70円、ね、50円から100円とかで買えたりさ、場所によってはね、そういう時代を経験した人だから、リンゴはやっぱり安く買えるものだってね、産地だし思ってるから、150円。10年前静岡にいた時の値段じゃんってね、静岡に持っていくためのコストがあるから150円になってるのは分かったんだけど、ちっちゃいね、ほんと70円で売ってるようなリンゴが150円で売ってたからさ、青森で70円なのが150円になってて、でもそれは仕方ないと思ってたんだけども、いつの間にか青森県内、青森市内でもそういう値段になっちゃったんだなってね。で、これはおそらくリンゴのね、需要に対する供給量が減ってる、国内に残ってるリンゴの量が減ってるっていうことも関係してるのかなってね。競りで引き合いがあるから、やはりそうすると値段だ、多く値段出さなきゃ買えないから、ね、仲買人とかもそのおかげで値段上がってるのかなって思ったりするんだけども、まあこれ自体はね、国民俺とかにとってはリンゴが高くて困ったなって思うけれども、農家としては、まあ、JA としては経営努力なんだから、これで儲かるんだったら俺は仕方ないしいいと思うし、経営努力なんだし、農家だって事前事業でやってるわけじゃないんだからね、あれやはり高く買ってくれる人のところに持っていくよね。で、国内を見た時、日本国内ってのはやっぱり景気が悪くて年収の中央値も下がって、やはりみんな買えないわけだ、物とかさ。で、内需が弱ってしまってるわけだから、安くないと買ってくれないっていう状況がずっと続いてるわけだから、そういう人を相手にしてればやはり儲からないっていう現状もあるわけじゃん。外国は経済成長してるから賃金も物価も上がってる、そこに持っていけばね、今まで1ドルで売れてたものが2ドルで売れるかもしれない、まあいろいろコストとかもあるかもしれないけれども、高く売れるかもしれない。そうすれば農家の収入増えるっていうんであれば、まあ本当に増えてるのかどうかは分からないけれどもさ、聞いたことないからそういうことね、分からないけど、そういうんで高く売れて儲かるんだったら、これは経営努力だから仕方ないと。日本国民が飢えようとも関係ないのさ、経営努力なんだから、自由競争なんだから、これは国民が飢えようがどうしようが関係ないの。農家は経営者なんだから儲けるんだから仕方ないと。でも国民が飢えればダメじゃん、国としての力がなくなってしまうってことだから、まあ、本当はね、内需を刺激して景気が良くなれば、その高い値段で300円でもリンゴ買うよってなれば一番いいんだけども、そうなるにはなかなかね、道は険しいし遠いし、今すぐ効果的な施策を打ってもすぐならないと。でも国民を飢えさせないためにどうするかって言って、税金を投入しましょうと、農家に、こう支援しますとね、トラクター買うときこうします、リンゴを作るなら、米を作るならこうします、代わりに、輸出とかじゃなくて国内に流通させてねっていうふうなことをしてもいいと思うんだけども、そうやってこう税金を農家に使おうってなると、まあ俺の動画の中で一番バズった酪農の話でもコメントにいっぱいコメントついてさ、俺も消費しきれなかったんだけども、覚えてるコメントがさ、経営努力が足りないんだから税金に頼るなと。まあね、
まあそれは確かにそうだよね。経営努力足りないんだったら税金頼ってればダメだよねとは思うから、じゃあその結果経営努力したら物がなくなって値段が上がったとすれば、まあそうなるじゃん。外にどんどんも外が多く高く買ってくれるんであれば、外に持っていく経営努力としてどんどん持っていく。日本国内に物がなくなって値段が高くなって国民が飢えようが関係ないと、経営努力っていうことで自由競争でって言えばそうなるんだけれども、そうは言えないじゃん。食料っていうのは国民が飢えてしまってもう戦えない、働けない、そういうふうになってしまえば国力が落ちるじゃん。それなればもう国として成り立たないじゃん。食料っていうのはやはりその自由競争経営で言えば経営努力っていうか、そういうのでは割り切れないものだと思うから、だからこそ俺は税金を入れてそこの土台を強くして食べ物を確保して国民が飢えないようにして、そして外に食べ物が行かないようにして国民を飢えさせない、食べさせて、その力を持って食べなきゃね。腹が減っては戦はできぬだから、ね、その上腹を満たして、その上で、トヨタとかホンダとか車作ってもらって、ソニーとかに家電作ってもらったりとか、そうやっていろんな新しい商品サービス、ね、楽天とかでもソフトバンクでもいいし、サービス作ってもらって、それをまた強くして、で海外に売って、で国が強くなって景気が良くなって、みんながお金を持ってリンゴ150円、あ安いねって、300円でもいいよとか、そういう国になったらいいのになって思うんだよね。だけどもまあそうやって税金を入れれば、まあ経営努力が足りねえんだからね、税金に頼るんじゃないというコメントが来るんであれば、まあこの状況でも仕方ないのかなって思うよ。まあそう思わない人もいっぱいいると思うし、多分大体の人はね、食は農業は国の土台だっていうの分かってくれると思うからね。ごく一部だから、まあね、その経営努力が足りない、税金頼るなっていうのはね、国の土台を守るためには税金をどんどんそこに入れて、それをもってして国を強くしていければいいと思うんだけどもね、っていうことを考えたりしたの最近。うん、本当に最近ね、リンゴ高くなってね、まあそれがまあ経営努力で農家さんの、リンゴ農家の収入につながってるんであれば、まあそれはそれで俺はいいかなと思うんで、皆さんどう思うかな、本当に。うん、まあ俺はいいと思うよ別に。うん、高くなってもそれで農家が儲かってるんであれば俺は OK。 うん、でそれで結果、国内の我々がね、消費者がね、あの俺リンゴ作ってないから消費者だから、リンゴに関しては消費者だから、困るとしてもそれは仕方ないと。それはどうにかするのはやはり国の方で、国民が飢えないようにするにはどうするかってことはやはり国の方で考えてやんなきゃできないし、国民も考えてその声を上げていかなきゃいけないのかなって思うなっていうのをリンゴを見て思ったのね。高いのは仕方ない、農家のためだから仕方ないなって。外国に持っていきな、俺らは、まあ、日本国民は貧乏になって高く買えないから、高く買ってくれる外国に持っていけばいいじゃんって俺は思うよ。それは経営努力だし、でそれをどうにかするのは、国内の政治の話になってくると思うんで、自由競争である限りはこういう状況は続くのかなって。高く買ってくれるところに持っていくと、高く買えるように国内が景気良くなるようにするのも政治だし、その食べ物が外に行かないように国内供給に回すようにしてくれってするのも政治だし、というふうにまあ思ったね。で現状どうすればいいんだろうなっていうことで、でも現状の政府にはおそらくやれないだろうし、やらないだろうし、やる気がないだろうから、今のままじゃどうにもならないだろうなっていうのをリンゴ1個を見て思いましたっていう話でした。まあ皆さんはどうしたいかを自分で考えて、でこれからの生活っていうか、いろいろやっていけばいいんじゃないかなって。俺もそうしますし、皆さんもそうしていきましょう。でやれる範囲の限りで、やっていければね、うん、本当はみんなが儲かってお金があって、リンゴ1個200円だろうが300円だろうがいいよ、買えるよ、余裕あるからいいよって言えるぐらい給料が上がるような、景気が良くて内需が良くなってね、うん、そうなればいいんだけれどもね。俺は消費税がなくなれば設備投資も給料も増えると思うから、消費税をなくすのが一番いいんじゃないかなって思うんだけれども、それもなかなか難しいみたいなんで、政治家のお話を聞いてれば、うん、なんでどうしようもないな今だったら現状であればっていう感じの思いです。まあ
今のところやれる農家がやれることは経営努力で外に高く買ってくれるところに持っていくしかないなっていうこと。それを買える、高くなったリンゴを買えるだけ収入を増やせる状況にあればいいけど、そんでもないなっていうのでもどかしいなって思って、独り言動画っていう感じにしました。そんな感じです。